現在進行中のウクライナとロシアの戦争において、一人の名前が一躍脚光を浴び、世界中の注目を集め、勇気と抵抗の象徴となった、ウクライナの英雄的スナイパー、オレクサンドラ・コバレンコだ。驚異的な技術と揺るぎない勇気で、コバレンコはロシア占領軍との戦いの流れを一変させた。ウクライナ南東部に生まれたコバレンコの射撃の才能は、幼い頃から際立っていた。家族に支えられながら軍事訓練を受け、スナイパーとしてウクライナ軍に入隊。彼のピンポイントの正確さと戦略的な一撃は、ロシア兵の心に恐怖を植え付け、彼らの士気を次々と低下させた。バフムート市の重要な防衛戦では、コバレンコの英雄的な活躍によって、この地域を占領しようとするプーチンの計画が阻止された。彼の的確な射撃は48人のロシア兵と4台の装甲車を無力化し、前線に送り込まれたワグネル傭兵にとって大きな障害となった。バフムートの奪取に失敗したロシアの指導者は神経をすり減らし、ロシア軍内部の不和と変化につながった。息を呑むような抵抗で、ウクライナの防空システムはロシアのスホイ25戦闘機による予期せぬ航空攻撃を退けた。コバレンコの勇気ある行動とウクライナ軍の効果的な展開がロシアの進撃を食い止め、さらなる侵略を阻止した。コバレンコの功績は、彼を熟練した兵士というだけでなく、戦場における感動的なリーダーとした。彼の規律と冷静さは仲間の士気を高め、戦争の最も困難な瞬間にも強く立ち上がるよう励ました。世界がこの壮絶な戦いの行方を見守る中、ウクライナ軍は鹵獲したロシアの兵器や弾薬を戦闘に使用し、プーチン軍への圧力を高めている。ウクライナの毅然とした抵抗は、国際メディアを通じて波紋を広げており、オレクサンドラ・コバレンコのような個人の英雄的行動は、主権を守るという国家の決意の象徴となっている。ウラジーミル・プーチンの軍事的野心が乗り越えがたい困難に直面する中、英雄的なウクライナ人スナイパー、オレクサンドラ・コバレンコは生きる伝説として登場し、同胞に希望を与え、全世界の注目を集めている。紛争が続く中、この孤高のスナイパーの物語は、侵略に直面したウクライナの不屈の精神の証であり、自由と独立の追求で団結した国家の誇りの源となっている。ロシア軍がバフクートで大規模な攻勢を開始する準備をしていた時、ウクライナ軍は差し迫った侵攻に関する重要な情報をバイラクタールから受け取り、大規模な対応を準備することができた。ウクライナ軍は輸送隊を無力化し、武器と弾薬を掌握することに成功し、ロシア軍は公式に武装解除された。この迎撃は、ウクライナにおけるプーチンの軍事的野心にとって大きな後退となった。ロシア軍は紛争中に多くの死傷者を出し、戦力が低下しているため、最終的にはウクライナ領土からの撤退を余儀なくされるのではないかという憶測もある。逆境の中で、ウクライナ軍は回復力と基地を発揮し、米国から供与されたハイマーのミサイルを戦略的に活用している。このミサイルは非常に効果的であることが証明され、ウクライナ空軍は広範囲にわたって作戦を成功させ、最終的に紛争における決定的な優位を確立した。また、最近の作戦では、ウクライナ軍が以前ロシアに占領されていた地域を解放している。しかし、軍事基地がウクライナ軍に攻撃され、ロシア軍人に大きな死傷者が出たメリトポリなどでは、依然として緊迫した状況が続いている。現在ロシアの占領下にあるメリトポリ市は、ザポリア原子力発電施設に近接しているため、危機的状況にある。ウクライナ軍は、この施設が悪の手に渡ることで潜在的な脅威がもたらされるのを防ぐため、この都市の支配権を取り戻そうとしている。一方、プーチンに侵略をやめさせ、ウクライナの主権を尊重するよう求める国際的な圧力は高まっている。これまでのところ、占領地を併合したというロシアの主張を認める国はなく、ロシアの指導者の軍事政策は国内外で厳しい批判にさらされている。バフムートの戦いでロシアは多くの死傷者を出し、ロシア軍はバフムート市内で困難な行き詰まりに直面している。一方、ウクライナ軍はボムモードで驚異的な回復力を見せ、ロシア占領軍への降伏を拒否している。ロシア軍の攻撃を妨げている重要な要因の一つは、ウクライナ軍の戦略計画である。さらに、
かつては強力な戦力と考えられていたワグネル傭兵がウクライナ軍によって大きな打撃を受け、不安が高まり契約解除が試みられている。そんな中、ロシア国内では犠牲者の情報が隠蔽され、反戦感情が高まり緊張が高まる。ウクライナ軍は大胆な作戦でワグネル軍を標的にし、ルハンスク州カタビサの拠点から排除しようと攻勢をかけた。ワグネル部隊は不意をつかれ、弊社となっていたカタビカのホテルに立てこもった。うまく調整された攻撃によりワグネル傭兵に大きな死傷者が出た。報告によれば負傷者は治療を拒否され、残存部隊の動揺を悪化させている。ワグネル傭兵の中にはウクライナからの退去を希望する者もいるが、同社のオーナーであるエフゲニー・プリゴジンは契約解除を阻止しているとされ、事実上彼らを閉じ込めている。ワグネル作戦の元指揮官アンドレ・メドベージェフは、ワグネルの残酷さに関する主張を支持するために名乗り出た。紛争から逃れてノルウェーに保護を求めていたメドベージェフは、自身の経験について衝撃的な詳細を明かした。彼は、ワグナーとその CEO であるエフゲニー・フルガジャニを無慈悲と評し、悪魔に例えた。戦術的な計画と指導の欠如が、ウクライナでワグナー部隊が直面した困難をさらに悪化させた。ロシア政府は、ウクライナ国内で戦死した兵士の正確な数について沈黙を守っており、ロシア国民の間に不満と不信を募らせている。反戦デモを阻止し、情報へのアクセスを制限しようとするプーチンの努力は、潜在的な民衆蜂起に対する彼の懸念を明らかにしている。しかし、経済危機とインフレにより、ロシア国民の忍耐力は弱まっている。戦争が続くという見通しは、国民の反感にさらに火をつけるかもしれない。ウクライナにとって、ルハンスク地域の制圧は依然として最優先課題だ。ウクライナはロシアの占領者を追い出すために大規模な攻撃を開始した。最近のアルチェフスク解放作戦では、ウクライナ軍は地上部隊を支援するため、ドイツから最新鋭のレオパルド戦車を投入した。ロシアの諜報機関は彼らの計画を知り、ルハンスク地方に援軍を送り始めた。数で劣るロシア軍を前にしながらも、ウクライナ軍はゾロテ地区で周到な待ち伏せを実行した。彼らは、ロシアの輸送隊がルハンスク地方に侵入するルート沿いに50個近い地雷を敷設した。廃屋や森林地帯を隠れ家として利用し、ウクライナ軍は狡猾さと決意を証明した。トルコは NATO 加盟国でありながらウクライナを支援し続けており、無人戦闘機ベイラクタールを提供するのに役立っている。これらの無人機は、ウクライナの航空任務において決定的な役割を果たし、人命を危険にさらすことなくロシアの弾薬庫や司令部の位置を突き止め、無力化することを可能にしている。手強い試練に直面しているにもかかわらず、ウクライナ軍は自国の領土と国民を守るという揺るぎない決意を示している。ウクライナ軍による最近の地上攻撃は、かなりの数のロシア兵の捕獲につながった。ウクライナの指導者ボロディミル・ゼレンスキーは、将来捕虜交換を行う際に捕虜となった兵士を返還することを誓い、外交的解決に関与する意思を示している。ロシア軍が死傷者の増加と兵士の離反の恐れに直面する中、プーチン大統領は空爆の新戦略を模索している。ウクライナの首都キエフへの大規模な空爆でイラン製のシャハード無人戦闘機が使用されたことは、ロシアの戦術の進化を浮き彫りにしている。しかし、アメリカから供与されたパトリオット防空システムに助けられたウクライナ軍の対応は、このような攻撃を阻止する上で効果的であることが証明されている。ロシア軍の内部闘争が紛争の複雑さに拍車をかけている。一部のロシア軍兵士がウクライナ軍に投降し、その待遇について肯定的な発言をしたことから、軍内部で意見の相違が生じた。ロシア軍司令官は統制と忠誠心の維持という難題に直面し、ウクライナ国内での作戦中に予期せぬ結果を招いた。リシチャンスク地方での最近の軍事作戦は、ロシアの輸送隊を無力化する戦略を考案するウクライナ軍の粘り強さを示した。爆発物、罠、遠隔操作兵器を駆使して、ウクライナ軍はロシア軍に大きな損害を与えた。この地域での衝突と高度な無人航空機の使用は、紛争の激化を浮き彫りにしている。戦争が続く中、プーチン大統領の権力掌握が問われている。ロシア軍内の解任や指揮官の交代は、ウクライナと軍隊の支配を維持するための闘争を示している。
プーチンと軍の要人たちとの間で進化する力学は紛争に新たな複雑さを加えている。ロシアとウクライナの紛争は激化の一途をたどっており、双方が激しい地上戦と空中戦を繰り広げている。ウクライナ軍には長距離ミサイルや防空システムがないため、壊滅的な空爆を受けやすい。しかし、最近の作戦は自国の領土を守り、国民を守るというウクライナ軍の決意を示している。一方、ロシア軍内部の闘争とプーチン大統領の支配権争いは戦局にさらなる不確実性をもたらしている。国際社会が事態を注視する中、民間人への影響と地政学的な影響は依然として深く懸念される。紛争を終結させ、銃撃戦に巻き込まれた罪のない人々の苦しみを和らげるためには、平和的解決に向けた外交努力と交渉が不可欠であることに変わりはない。